今シーズンの J1 昇格チームの一つが今日決まるんでしょうか。2023明治安田生命 J2 リーグ第39節、ロアッソ熊本対 FC 町田ゼルビア、熊本市の笑顔健康スタジアムからお送りしていきます。ゴールキーパーは田代、スリーバックは右から黒木、岡崎、大西、岡崎が今シーズン初スタメンということになります。中盤です。アンカーの位置に上村、そして今日は右に竹本が入ると予想しました。左は田辺、トップ下は平川です。前3枚、右から島村、相原、伊藤という並び、松岡が出場停止です。ゴールキーパーは福井、スリーバックは右から鈴木、チャンミンギュ、藤原、そして中盤ですけれども真ん中が下田、高橋、宇野のトライアングルになるんじゃないかと予想します。右にバスケス、バイロン、左が太田光介、前2枚は荒木、沼田です。ニアに放り込んできた、跳ね返りのボール、太田キープします。クロスが入る、おこぼれています。田代出てきます。いや太田選手危険なボールを配球しましたね、今。なんか松山は4枚っぽいですけどね、あ 今の後ろの形を見るとですね、守備の時は 4-4-2、ね、攻撃時に 3-5-2 というような形かもしれません。さあ平川の左足、枠は捉えていました。いや強烈でした ね。最後ポストですかね、バーですかね。そうですね、そうですね、触ってますね、バーですかね。ただ平川選手強烈でしたね。高橋が受けて荒木、もう一度高橋、下田、高橋大吾、田代のセーブです。いや、いいんじゃないですか、こうで下田選手から縦パスもらって反転してからのシュートですけどね、惜しかったですね。まあ、どっかでそういうことをチーム全体として共有できると、まあ、より鋭い攻撃ができるのかなと思いますね。熊本は平川が運びます。左田辺に預けて低いボール、おそのままゴールに入りました。ロアッソ熊本先制、前半の37分。そして佐藤主審が誰かを呼んでいますね。映像を見るとここですよね、このタイミングで、まあ、オフサイドポジションにいてここに関与したっていうところだと思うんですよね。開いているのは田辺、伊藤が前線に走る、相原が出てきました。伊藤からマイナスに折り返して上村周平、いや惜しかったですね、キャッチしています。太田のニアを狙ったボール、おお意地悪から宇野前頭、決まりました。突き刺した宇野前頭、すごいシュート、先制松田。44分、 FC 町田ゼルビア宇野前頭のミドルで先制。ここ藤原選手のこのワンタッチのパスが非常に良かったですよね。でここぽっかり空いたエリアのところ前向いて、いや素晴らしいですね。ここ前に持ち出してからのシュートなんですけど、まあ、ちょっと距離はあったんですけどね、はい、もう無回転気味でサイドですね、サイドネットですね、素晴らしいシュートでしたね。伊藤の手前、鈴木が触りました。下田ワンタッチで平川優というところ、バスケスバイロン落として高橋大吾、町田2点目、6試合ぶりスタメン起用の高橋、期待に応えました。2対0リードを広げた町田、それと同時にまた一歩 J1 が近づいた。そ
サポーターも詰めかけています。最初下田選手のアウトサイドのパスからなんですよね。そこを平川選手が拾って、でバスケスバイロン選手がサポートしてからの高橋選手のフィニッシュなんですけど、ここもバスケスバイロン選手しっかり高橋選手見てましたね。仕掛けるのかなと思ったんですけどね。ただ高橋選手もこうバランスを崩しながらですけどシュートまで持っていった、この一連の動きは素晴らしいですね。まあ、そのあたりやはりこう抜かりがないと言いますか、油断はありませんね。そうですね、もうそれがまねやってきたことだと思うので。竹本のグラウンダー、平川麗のシューター枠を捉えることはできません。大西から竹本、いい狙いですね。さあバスケスバイロン、中には平川優入っています。荒木も入ってきた、自分で行く平川優、セカンドボール下田、決まりました。3点目、今日注目の下田北斗、セカンドボールに反応、大きな大きな3点目、悲願の J1 の舞台をググッと手繰り寄せるゴールです。ここバスケスバイロン選手の、ね、インターセプトからこのペナルティエリアまでの進入なんですけどね、ここで1回平川選手が合わせるんですけどね、この後の反応ですよね。下田選手が落ち着いて抑えの効いたシュートですね、まあ、ディフェンダーに、ね、ちょっと当たりましたけど、まあ、本当気持ちが乗り移ったかのようにゴールに吸い込まれましたね。下田北斗は今シーズン4ゴール目、秋田戦に続いて2試合連続のゴールとなりました。町田らしさを発揮してJ1 昇格をつかみ取ろうとしています。さあアディショナルタイム目安6分台に入りました。ここで試合終了のホイッスル、この瞬間 FC 松田ゼルビア今シーズンの2位以上が確定、悲願の J1 昇格が決まりました。今シーズンまず J1 に名乗りを上げたのは FC 松田ゼルビア。何度も何度も跳ね返されてきた G1 の舞台、その舞台へ自らの力で駆け上がりました。シーズンの中で、悔しい思いをした選手が、どんな時も腐らず、一生懸命やってきたのが、今日の僕のゴールにつながったと思うし、本当に出てる選手だけじゃなくて本当に悔しい思いしながら、やってきた仲間がいるので、その人たちが、なんだろう、その人たちのためにも今日戦ったつもりだったので勝ててよかったです。まあ、今こうやって僕たちが、勝ち得たものは、これまでのゼルビアを、支えて続けてきてくれた、多くの人、の力によって初めて、僕たちがこの舞台に立てていると思うので、その感謝の思いを、まあ、僕たちが本当にピッチで表現して、勝ち取れたと思います。本当に、今までゼルビアに関わってくださった皆さんに、感謝をしたいと思います。本当に今日試合立った選手たちだけでなくてベンチ外の選手も含めて、一人たりとも離脱脱線することなくチームの勝利のために、誠実に、向き合ってくれたし、本当にチームのために尽力してくれた仲間たちがこうして、今日も仲間のために、走りに走ってですね、J1 優勝、まあ、J2、まあ、J1 昇格ですねというところ、町田の歴史を変えるというところに本当に、気持ちを込めて戦ってくれたな、まあ、その感謝の思いでいっぱいですね、はい、俺たちの町田